mamita. Thank you.
Thank you.
ちゃん大好き、ミカちゃん。
ありがとう、ミカちゃん。A miracle for you。Thank you.
被恐击了吧？Thank you.
ミカちゃんありがとう。ミカちゃん大好き。先生。ありがとうございます。ミカちゃん。ありがとうございます。シシダちゃん。こちらこそ。ここからは三曲続けて歌わせてもらいたいと思います。接下来，我要为大家带来三首歌曲。一曲目は声という曲です。第一首是声。まさかですね、この曲を知ってくださっていて、聞きたいと思ってくださってる人がいるとはちょっと思ってもなくて、なぜかというと、もちろん私自身はとても大好きな曲なんですけれども。アルバムの中の曲なのでシングルとかではないので知ってくださっていることが本当に幸せな気持ちで、この曲を歌えることが本当に嬉しいです。ありがとうございます。当听说有很多的歌迷朋友知道并希望听到这首歌时，我感到很惊喜，因为这首我个人非常喜欢的歌曲是被收录在专辑中，而并非作为单曲发行。即使这样也能被大家知道和喜爱，我感到非常的荣幸和幸福。今天能为大家带来这首歌，真的很开心，谢谢。二曲目は不協和音という曲で、これは私の曲ではなくてカバーさせてもらっている曲です。第二首歌是不协和音，这首歌并非我自己的作品，而是一首翻唱歌曲。メッセージ。怎么了？知道了。この曲が好きですか？喜欢这首歌还是喜欢ミカ？ミカ！ミカが大好き。もう聞いてね、私もすごくかっこいい曲だなと思ってずっと聞いていたんですけど、特に歌詞が大好きで。自分の声で歌ったらどうなるんだろうという思いで、自分自身がちょっと聞いてみたくなってカバーさせていただいた曲です。最初从原唱歌手那里听到这首歌时，我就喜欢上这首很酷的歌，尤其是歌词写得真的很棒。我在想，如果用自己的声音来演唱这首歌，会是什么样子呢？所以就翻唱了这首作品。太过瘾。この曲がですね、特に、私の世界観にかなりなっているので、ありがとうございますなんかいいですね、今日いっぱい褒めてもらえるシスタちゃん、そう、かなり私の世界観になっているので、この元の原曲ご本人たちのファンの方にはちょっとごめんなさいという気持ちもありますけれども、楽しんでいただけると嬉しいです。接下来我会尝试用自己的方式来诠释这首歌，也想对原唱的歌迷朋友们说，希望你们能原谅我的冒昧之举，也希望你们能够喜欢我的演唱。3曲目はもしかしたら知ってくれている方がいるかもしれない曲です。最後一首歌可能有不少的朋友听说过它。歌詞が強烈な言葉を使っています。リリース当時は、なかなか歌う場所がなかったり、誤解を招いてしまうこともあった曲なんですけれども、私がこの曲をいただいた時は歌うことに全く迷いはなくですね、私が生きるために背中を押された曲でもあります。なので最後まで聴いていただけたら、きっと明日への勇気になる、私が皆さんの背中を押す手伝いができる曲だと信じて歌い続けています。
这首歌的歌词内容令人深省，甚至会容易引起误解，导致它在发行之后无法在一些场合演唱。但当我拿到这首歌时，我毫不犹豫地选择了它。这首歌给予了我勇敢活下去的力量，相信听完这首歌，它也能给你们带来强劲的动力。我也祝全民机的信通过这首歌能够鼓励到大家，所以会一直把它唱下去。ぜひ最後まで目を背けず聞いていただき。歌い続ける。頑張れ。最高。最高。リーチ。リーチ。見つけてほしい。謎の手欲しい。
ここで同調しなきゃ裏切り者か仲間からも撃たれると思わなかった僕はやる僕には僕の声優
に真面目すぎるから。しました。その中から、何曲かメドレーにしました。ぜひ聴いていただきたいと思います。Oh, oh, oh.
Come on.
ありがとうございました。
して君は小さな手で傷の背負おうとするのだろう。誰かのためだけじゃない、失わないで。どうして僕は迷いながら逃げ出すことできないんだろう。望むのは光さす希望、希望。
谢谢大家。これで本当に本当に最後の曲になります。今日皆さんに会えたこと本当に嬉しく思います。今日ありがとうございました。シュシュ。遠くの空に虹がかかる。
到你。